今日はですね、山梨県の、道志っていうところにね、今向かってます。今もう午後の3時ぐらいなんですけど、4時ぐらいには着くと思いますので楽しみです。場所取りありがとうございます。一番もうこっから俺何も今日しないから、ね、俺練習あるからさ、先行ってみたいな感じだな。今日絶対何もしないよ、こっから。お疲れ様。あ、あっす、お願いします。これは鍋さんの新居ですね。ずっと使ってます。はい、ずっと使ってます。ずっと使ってますか。はい、ただ、あの一軍です。あ、一軍ですか。ここが松さんのモンゴル式最強ベッド。モンゴル式住居。じゃあお邪魔します。うわ、すげえ仕上がってますね、ベッド。だいたい広さ的に 4.5 畳。今からテントを組み立てていきます。僕のテントではないですけど、できました。はい、テント完成しました。一人用テントです。今日はですね、前回と違って夕方から参戦したんですけど、ちょっとね、冬のキャンプというのも、味わいたいなと思いまして、楽しみです。完成。湯たんぽあるから最強っすね。あったかそうです。中はこんな感じです。一人寝る分にはちょうどいいですね。楽しい。今のところキャンプといったらもうこれみたいになってますけどね。あ、やべ、失敗。よっ、まっ、もう最悪より寒かったら公平僕の部屋に連れてきます。人肌人肌、絶対一人より二人の方がいいですよ。できた。今日の夜ご飯はで、まあ、おでんと、お、まだ、あれ、舐まれてなかった。これから入れるんだ。これから入れるんだ。あ、分かった。コツがつかめました。力入れないで、もう体重だけで。もうちょっとじゃないですか。完璧です。最悪返します。これで火が。からの？からの？白菜。白菜。ドボン。白菜ドボン。これが男飯か。もう汚い。ニラ。何でもいいです。ニラドボ。え、これどこで切ったんですか？そこで。結構もともとだしと水してるんで。うわ、うまそう。どう、皮膚き名人、これやばいでしょ。ライトアップする。はい、してください。うわ、すげえ。すげえ、5秒でつけました。5秒じゃないか、 0.5 秒。早く回した方がいいよ。すぐ燃え切るから。とりあえずこんな感じでいいですか。うん、シシャも焼いていいですか、ここで。え、まだ早い。炭になってからでもお肉入れようか。入れましょう。忘れたね。買ってました。さすが。俺入れとくわ。ナイス。おでんくんもできてきましたね。オープン。食べ頃ですか。はい。うっす。ちょっとあれですよ。今までで一番美味しい豚キムチですよ、これ。ありがとうございます。さ、締めでうどんやろ。やっぱ出汁効いてるから美味しいわ。OK です。OK。うまっ。シェフ美味しいです。美味しいか。なんかこういうところで食べたら何でも美味しいですよね。そうなんだよ。もしいいっすね。でしょ、俺めっちゃ好きだもん。え、すげえ大好きなアサリ。いろんなところで。これ隠し味アサリ、シェフの。
うどんもあるんで。え？二玉。キムチチゲうどんですか？うん。うまっ。これうまいですよね。てかやっぱキムチ入れた方がうまい。で、米。このコンビするんすか？うん。今日はチューハイ。すいません、1個割れてます。どうぞ。めっちゃ貼ってきたね。あ、これも割れてんじゃん。マジさん、これ一回いいよ。はい。あ、このままいきます。すごい。ちょっと待ってください。絶対無理、絶対無理。お願いします。おお。そういうことか。絶対無理。いけるいける。絶対無理だって。チェフ松橋。いけた。何なんそのちっちゃいの。月曜。うわ、激うまですね。チューハイ。試写も行きますか。いけた。完璧だ。これが絶対美味しいですよ。その焼き方初めて。え、俺ほんと丸いのそれ使うよ。やべ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 、失敗しました。助けてください。どうするべきか、なんか。どう助ける？棚に避難しよう。ダメでした。どうしよう、どうしよう。もうダメですね、これ。これどうしようか。猫にあげた方がいいんじゃない、これ。これは絶対美味しいはずなんですよね。そろそろ上着ようかな、俺も。長さん、これどうぞ。え、大丈夫です。魚食べないです。あー、ダメだ。炭に落ちました。シシャもボロボロになりましたけど、いただきます。あれ、あ、そうそうそう、うまっ。いっためよっしゃー、やるか。でかくね？これはニンニクのごま油揚げですね。はい、はい、できました。よっしゃ。いいよいいよいいよ。ほう。うわ、すげえ。これ間違いないな。焚き火から離れるとだいぶ寒い。うまっ。なんかおしゃれだね、俺。あのカゴめっちゃ。危ない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 危めちゃくちゃ臭いよ、これ。いいっすよね、明日ニンニク臭くても。まあ、別にキスするわけでもないし。確かに今朝起きた時はテントの中にいるんじゃない。本当ですかね。
ブルースケア持ってきました。うわあっち、あやべやべ、これやべ、どうしよう、あっち、これどうします、地上に置いていいですか、知らないです、地上に置きます、知らないです、もうあっち、ああもう食べれました、ちゃんと片付けてください、パッてこれで、あ、トカシンこうやってやります、じゃあまずちょっとやってみて、素手でいきます、あ、無理、もうキーツイスターでした、怖っ、飲み水大丈夫かな、食べたら困るしね、おはようございます。なんかいる。